皆さんこんにちは、ペースでございます。三国志940回目ね、やっていきましょう。さあ、そしたらね、4.5 個勝負ね。4000か、でも3万5000ね、あれば。で、またね、明け渡して、兵力かばっといただいてっていう感じでいけばね。それよりこっちやな。でいける。寛平ちゃんと両毛さんと、あ、この3人でか。で、洋白さん、ああ、ウリに兵貯めようとしてんねんな、また。こっちへ来てくれたらね。方が聞くと危ないけどな、宗神さんに。ああ厳しいな。
で生徒の統率高めの5人をまた出てくるかもしれないけどね。県内でねちょっと探索しちゃうと小手さん出てくるから、来なかった時にまたね敵武将に作っちゃう形になるか、ちょっとねウェイト置いてからですね。ほんと来ねえよな、リュウハさん。なんでこんなへそ曲げんのかがようわからねえけどね。逃げるよな。ごめんごめんなさいね、まあ、頭すいちゃった。ワイワイやったな。正義さんいけるってね。
まあやらせんよりはいいか。あーで、おお、二人、二人か。さあ、あっちは向かわせてるからなんとかなるよと。こっちも全員使った。あれ、あと、ああ、いってるね。ああ、ウリンか、入っちゃうかもしれんね、これ。まあいいか。入ったら入ったらしょうがない。お小遣いは渡してるね。はい。では。時間かかりましたけど回しましょう。さあ池カオンさん、よしよし、結構削れるぞ、これで。カットインいただきました。わ、1枚いった。
これで周太さんもあれか。ああ、そうですね。翔さん逃げ出さないと。ああ、ここか。なるほどね。取れたおもろいけどね。さすがにちょっとリスクあるな。テギンさんってあれでしょ、確かねえ、バトさんのとこの人じゃなかったっけ。ああ、時間来ちゃったな。ごめんなさい。じゃあ今回ここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。